皆様ごきげんよう、ここ大野でございます。今回はですね、ハリオの蓋がガラスのご飯鍋っていうのをですね、ちょっとアマゾンで購入しました。っていうのはですね、あの友達のともちゃん、ともちゃん家のね、古民家でね、土鍋で食べたねご飯が美味しすぎたんですよ。でね、大野も土鍋を買ってみようと思って、ただね、そんなに高いのはとりあえずね、わかんないしね、どのメーカーがいいとか、どこのね、なんか焼きがいいとかわかんないから、まあとりあえずね、こういうこうハリオとかハリオさんのねメーカー品だったら、まあこれガラス蓋なんで、中身も見えていいんじゃないかなと。なんか見て楽しむっていうのねありますよね。なんか作られるところがね、作れてるところが見れたらなんかいいと思いません？と思ってね買ったので、ちょっと開けてみましょう。はい、あ、オープン、じゃん。おお、ガラスはね割れ物です。はい、割れ物はっていう感じですね。はい、ハリオさんのね耐熱鍾乳は結構ね、やっぱ重いです。でここにほら、なんか圧力用の気圧やね、空気圧っていうか中の圧力をね、こうあれするんでしょうね、あの調整してくれる弁がなんかついてる感じですよ、ね、これであの下手っぴな大野でも美味しくご飯が炊けるんではないかと。あ、この箱はね、なんかガチャーンって全部ケーキの箱みたいに、あ、今ケーキこうなってないかな、全部こうね広がり、うわ、めっちゃくちゃ重い。箱で持った時も重いと思ったけど、今ねこっち側の蓋を外したにもかかわらずかなり重いです。もう割れないようにね。あ、でこれこうね、ちょっとまず全体見て、あ、なんかねこれぐらいの傷っていうかね、あの打ち傷っていうか擦り傷は、まあ、あ、ちゃんとね土鍋重い、これいいですね。これね、ここがメイドインチャイナとかだったらもう泣くけど、メイドインジャパンですよ。ジャパンね、ヒロミゴーもびっくりで、ジャパンですよ。いや、ヒロミゴーがびっくりはしないと思うけど、はい、蓋がガラスの2号から3号用、はい、1食分をね炊くっていうのがやっぱコツでしょうね。美味しさのね、食べたい時に炊くというのがね絶対いいと思います。はい、ふん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 。お、これね圧力じゃなくて、ここはねホイッスルだったんですね。ホイッスルが鳴ったらそのまま1分程度ね、15分ほど蒸らします。15分、加熱時間は中火で7分から10分程度、加熱の調整は必要ありません。はい、火加減はね調整しなくていいと。で15分ほど蒸らすと、中火で7分から10分、そのまま中火、ホイッスルが鳴ったら中火で1分、その後は消してね蒸らし15分。ということはやっぱり炊き上がりまでに25分ぐらいかかっちゃうということですね。とあとね、最初にこう水につけといたらふっくら美味しいご飯が炊けるんで、それも合わせるとやっぱ約1時間、小1時間頑張れよと。うまいものを食うんだからちょっとそれぐらい頑張んなさいよ、大野っていうことでしょうね。ああ、たけのこご飯とかね、こういうこうレシピもちょっと載ってます、ね、あ、これね嬉しいな、やっぱね、ピーってなるんだこれね。これ買ってよかったな、まだ使ってないからね何とも言えないですけど、まあ、またコメント欄とかにね使い出してからのレビューも書きましょうかね。ねえ、
いいね、ホイッスル、ホイッスル。こんな感じよ、説明書はね。はい。これで皆さんも、釜職人になれますよ。とりあえずね、Amazon で買わないと職人になれませんということで、今回はこのハリオのホイッスル付きのお土鍋ちゃんの、いきなり使う前から割るなよ、近ですね、土鍋ちゃんの紹介でした。ということで皆様ごきげんよう。孤高のチャンネル。